薄マヨはマスタードがちょっと効いてるのが美味しいので、これで薄マヨ完成です。はい、今日はオリーブオイルマヨネーズを使ったシリーズ第1弾の薄マヨ。薄マヨって皆さんあまり聞いたことない方多いんじゃないかなと思うんですけど、簡単に言うとゆで卵にマヨネーズつけた料理です。なんだそれって思う方多いかもしれないんですけど、フランスのソウルフードって言われていて、究極のゆで卵料理とも言われている料理です。今日はそちらの作り方紹介していきたいと思います。そして今日もアシスタントにモンマルトルのカイ君来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ粉マヨのまず材料ですね。こちら前回作った自家製オリーブオイルマヨネーズです。こちらの作り方は前回 YouTube で上がってますので、そちらの方で確認お願いいたします。はい、それと、フランスのディジョンマスタード、生クリーム、レモン少しですね、ニンニク一かけと卵。はい、結構シンプルです、これだけです。で、まずゆで卵、半熟卵ですね。薄マヨは必ずこうちょっと割った時にトロッと出るぐらいなものなので、まず卵なんですけど、ポイント、これ最初のポイントです。冷蔵庫で必ず冷やしといてください。はい、そうしないと黄身がこうトロッとした状態に仕上がるので、まずそれをやる。はい、で鍋にお湯を沸かします。でここにお塩と酢を入れます。酢は以前ポーチドエッグやった時と同じなんですけど、もし殻が割れて卵白が出た時にその卵白を凝固させるっていう効果があります。はい、で半熟の時は必ず沸騰させてから作ってください。で卵が割れやすいので、こういうペーパーでもいいんですけど、布とかを鍋に入れると、で卵ですね、はい、今回4個やってみます。でこの時ちょっと一旦こう表面水で洗うと割りにくくなるんです。でこの沸騰しているところにそーっと入れていきます。でタイマーは M 玉 S 玉とかに打っても変わるんですけど、大体6分40秒から7分の間ぐらいですね。はい、でポイントその2ですね。最初のうちゆっくりかき混ぜてください。そうすることで卵黄が真ん中にすごい寄った感じの綺麗な半熟卵ができます。はい、フランスのソウルフードと言われるゆえんはどんなところなんですか？フランスだとカフェとかグラスリーとか、まあ結構どこでもある料理ですね。はい、で、まあ、本当そのまま食べる人もいますし、ワイン飲みながらなんかカフェのテラスとかでつまんだりとか、最初僕もフランスでメニュー見て薄マヨってなんだろうなと思って、で、ウフっていうのは日本語で卵ですね。でマヨはもうもちろんマヨネーズのマヨなんですけど、で、出てきてちょっとびっくりして、ゆで卵にマヨネーズがかかってるだけじゃないかと思ったんですけど、なんですかね、フランスで食べたウフマヨの美味しさは今でもちょっと忘れられない感じですね。はい、あとはやっぱり卵料理って本当にいろんな種類あるんですけども、簡単そうで卵料理って結構難しい。茹で加減とか、例えば茹で卵一つにしても卵の大きさとかその時の温度とかによって微妙に茹で時間変わったり、そういうなんか細かい技なんですけど、そういうのはきっちりできるかできないかっていう、それがこの薄マヨがなんか究極の卵料理って言われてるのかなと僕は思ってます。はい、でこのまま一度再沸騰したら少し火を弱めて、はい、いきます。はい、これ今6分40秒ですね。火を止めて卵を揚げていきます。で必ず氷水に揚げてください。でちょっとポイントなんですけれども、まず急冷することで、ちょっとこの時割ってください。水の中で少し
そうすることでカラッと白身の間に水が入って、その後きれいに卵がむきやすくなります。はい、ポイントですね。これ急冷することと、こう冷ますときにちょっと卵同士ぶつけてもいいんですけど割る。はい、でこのまま冷たくなるまで置いていきます。はい、じゃあ卵が冷める間に粉末のソースを作っていきたいと思います。はい、ニンニクです。ニンニクは少しすりおろします。はい、以前も動画で紹介したんですけど、このニンニクの芽はえぐみとかあるんで外してください。で、すりおろします。ニンニクは結構強いんでちょっと加減して、で、ボウルにまずマヨネーズを入れていきます。大さじ2杯ぐらいです。これもレシピというよりはそのお好みで微調整してください。はい、今こちらボウルに入れたマヨネーズですね。これに生クリーム、生クリームはだいたいこの量だと小さじ1杯ぐらいです。はい、小さじ1杯ぐらいの生クリーム。で、生クリームでこうちょっと硬さの調整しながら作っていきたいと思います。1杯、今1杯いったんですけど2杯ですね。小さじ2杯ぐらい、こんな感じですね。トロンと。で、ウフマヨはマスタードがちょっと効いてるのが美味しいので、マスタードさらに小さじ2杯ぐらいですよ、こちらも。で、ここに先ほどのニンニク、ニンニクはちょっと様子見ながら入れるんで、本当にまずは耳かき1杯分ぐらい入れて混ぜます。その後レモン汁です。レモン汁は、まあ、この量だったら4分の1個分ぐらいです。はい、今全部が入った状態ですね。はい、こうちょっとこう卵にこうとろっと乗っかるような感じイメージできたらいいと思います。はい、もう少し塩コショウ。はい、まあ粉末のソースですね。で、結構ワインと合わせるんであればマスタード多めが結構おすすめです。はい、じゃあ次そろそろ卵冷えてきたと思うんで、この卵なんですけど6分40秒ぐらいだと結構壊れやすいんで、ポイント3つ目です。これ水の中でから割っていきます。そうするときれいに剥きやすいのと、両端から割る方が剥きやすいですね、卵。はい、剥き終わりました。崩れやすいんで気をつけて、ペーパーの上で水気を切っていきます。では、盛り付けですね。もう気持ち生クリーム入れます。はい、じゃあ、盛り付け、もう本当にシンプルなんですよね、フランスは。お皿にまずソース引きます。で、卵かけます。はい、で、上からドバッとドバッとかけちゃいます。めっちゃシンプルです。はい、で、アレンジするんだったら例えば黒胡椒上からガガッと振ったり、あとはパプリカとかをすごく相性がいいので、パプリカかけたり足すに。はい、これでウフマヨ完成です。はい、とってもシンプルですけど、今から試食していきたいと思います。はい、じゃあ試食いきたいと思います。はい、カイ君、はい、ボナペティ。はい、いただきます。初めて見たウフマヨ。初めて見ました。すいません、いただきます。とってもいい半熟具合で、この前回作ったソースとマヨネーズとの相性もすごく良くて、で、本当にシンプルなんですけど、この茹で時間だったりすぐに急冷するだったり、もう本当ちっちゃいことを気にするだけでこんなに違うその商品になるんだなって思ったので、ちょっと自分で家でも一回試してみたいなと思いました。試してください。はい、料理は本当にそういう一個一個きっちりやると最終形は美味しいのができるんで、あとはこのね、ちょっとパン、これの料理には田舎風パン、これおすすめなんで、これにちょっとつけて食べてみてください。いただきま
パンと食べたらまた違う味がしてとっても美味しいです。自分はパンと食べた方が好きです、ね、これは、うん、はい、そうだね、パンとあった方がいいね、はい、あとはワインとかもあった方がいいね。そうです、はい、これには僕はシャンパンがいいなと思って、ちょっと今日はシャンパンも持ってきました。これにはこのシャンパンでもブランドノワールっていう、はい、黒ぶどう 100% で作られたシャンパン、今晩はちょっと行きたいなと思ってます。はい、今回のうまいはどうだったんでしょうか。皆さんもしよろしかったらコメントとか、またこんな料理やってほしいというリクエスト、こちらもお待ちしておりますので、また今後ともよろしくお願いします。では高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。